ニュージー大好きの野沢です。今回はうさみさによるウィズうさみさニュージー大好きポッドキャストをお届けします。今週のタイトルは後悔しない留学の楽しみ方です。こんにちは、うさみさです。今日は大学の同級生でもあり、後ほど詳しく説明するソフィアンズコンテストのファイナリストでもある方をゲストにお招きしました。では自己紹介お願いします。はい、皆さんこんにちは。上智大学総合グローバル学部3年の江川舞です。今説明していただいた通りに、大学のソフィアンズコンテストというもののファイナリストとして活動させてもらっています。でまたこのニュージー大好きさんの、まあ、なんだろうな、活動に関連して私自身も高校でニュージーランド1年間留学の経験があるので、今日はそのお話ができたらいいなと思っております。よろしくお願いします。舞さんは今すごい活動されてて忙しい中ありがとうございます。いえいえ、とんでもない。いつニュージーランド行かれたんですか？ニュージーランド行ってたのは高校2年生の丸々1年向こうにいて、で年でいうと2016年から2017年にかけて行っていました。まあ今何年前だ？今25年前、4、5年前かな。覚えてますか？覚えてます、覚えてます、ね、めちゃくちゃ覚えてます、ちゃんとそうで、なんでまずその留学ニュージーランドに行ってたのかってところから話させてもらうと、まず私の高校が全員1年間留学をする高校なんですね。でその高校2年生に1年間生徒全員一緒に行くんですけど、1人1校バラバラの学校に送られて、ニュージーランド以外にもカナダと今ではオーストラリアも選択できるんですけど、その3つの国から自分が行きたい国を選んで、で先生方が高校の先生方がその生徒に合った学校を選ぶっていうそういうシステムで、そうそうなんだっていう、はい、留学の、まあ、学校高校に行ってたので、まあ、それがきっかけで留学に行きました。私が行っていたのはファンガレって言って、北島にあるんですけど、オークランドよく聞くと思うんですけど、オークランドよりも2、3時間車で上に行ったところにあります。結構北そう、地図で見ても本当にニュージーの上の方って感じの場所にいて、で、まあ、街の感じで言うと私がいたのは港町で、めちゃくちゃ海が近くて、でやっぱ北島なので、そのニュージーランド先住民族のマオリ族の血を持ってる人がすごく多くって、だからなんか感覚で言うと多分アクセントも南島とは違うのかなって私は思う。そうなんか南島も行ったことあって、実はクライストチャーチにもいたことがあるんだけど、なんか街歩いててもやっぱり白人系の方がすごい多いなっていう風に感じて、でも私がいたファンガレっていう地域はもうほとんどみんなマオリの人だから、なんかアクセントも結構強めだし、ニュージーランドのアクセント強めみたいな。マオリ語わかるんですか？マオリ語は、そう、あとそれもちょっと後で話そうかなと思ってたんですけど、オールブラックスのでも知られて墓を、私は現地の学校の、まあ、墓クラブに所属していたので墓を習ってたこともあって、マオリ語は少しわかるって感じ。まあなんか喋れるほどでもないけど、なんか挨拶だったりとか、数え方だったりとか、あと、まあ、その墓って全部マオリ語だから、ちょっとした単語とかはわかるって感じです。すごいですね。なんか英語を勉強しに行ったというよりもマオリ語を勉強しに行ったって感じですねなんか本当にそう、私の特に私の学校がマオリ語の授業とかもあるような学校だったから、結構英語も学びつつ
自然とマオリ語も学びつつっていう環境にいました。でそう、今さっきから1年間っていうふうに言ってるんですけど、うん、正式にはニュージーランドの学校に通ってたのは10ヶ月そう、うん、でその日本に帰国するタイミングで、マレーシアとシンガポールとフィリピンに行ってたので、留学トータル1年だけどニュージーランドは10ヶ月みたいな、そんな感じ。そうだったんですね。そうそうそう。で、なんだろう、あと、そう、あとなんかもうちょっとそのパンガレーのことを話させてもらうと、うん、本当に港町だし、なんか海が近いんですよ、さっき言ったみたいに。だから行こうと思えばなんか学校帰りに海行ったりとかもできるし、休日は、そう、私ホームステイだったんですけど、うん、休日はホストファミリーがサーフィン連れてってくれたり、カヤック連れてってくれたりとかして、あと釣りに行ったりとか、そうそうして、結構マリンスポーツが盛んな地域だから、めっちゃもう私にぴったりな地域で。あ、そうですよね。そうそう、インスタグラム見て思いました。そうそうそう、サーフィンとかめっちゃするんで、うん、過ごしやすい環境だった。最高ですね。最高。え、自分で希望を出したんですか？なんか海の近くがいいとか。あ、そうそう、海の近くがいいっていうのは言った。サーフィンもしたいのでっていうのだけ伝えたら、もうそこに送られて。希望通りだった。もうめっちゃ正解だった、本当に。すごい。で、確か私の代、その、まあ、ニュージーランドに何人か同じ時期に行くんだけど、私の代で一番私の地域が最北端その北から南、ほんとバラバラにみんな行くんだけど、私がいたのが一番北のところにいたから。そうそうそう、私の学年で一番北にいたそう、でもやっぱあったかいから、南島と違って雪も降らないし、うん、冬でも、うん、なんか冬でも本当ジャケット1枚で全然過ごせる感じだった、そう、日本の冬よりも寒くないかったから、うん、なんか結構涼しい、過ごしやすかったし、夏も暑いんだけど、うん、なんかカラッとしてて、空気感がなんか日本みたいにジメジメって感じじゃなかったから、本当に住みやすいし、北島に、いや本当に間違いなくで、まあでも、もうなんかザ都会じゃなくて本当にザ田舎っていうところだったから、うん、私が住んでたところはなおさらご近所さんが牛だったの。え？朝起きたらなんか牛とかの糞の匂いで臭くて起きるみたいな。で本当にもう何ファームステイってよく言われると思うんだけど、農業のお家にホームステイすることをファームステイって言うんだけど、本当そんな感じで、うちは鶏8匹飼ってて、ヤギ2匹とあと犬がいたんだけど、でもう本当毎朝卵を取るところから始まり、なんかもうザ・ファームっていう感じじゃないんだけど、なんかこじんまりとした農家みたいな感じだったから、家が学校行く時も山道、ほなんか山道みたいなところを運転車で行かないといけなくて、あ、山の方にあった、うちは山っていうか、ま、うん、ちょっと山みたいな、なんか学校よりも2、30分運転しないと着かないところに家があったから、バスで行ってたんだけど、そのスクールバスの集合場所みたいのがあって、そこに行くまでももう牛と羊に毎朝おはようって言いながらバス停に行くみたいな日本じゃ考えられない、日本じゃ考えられない。で5分10分歩いてバス停行って、でバスで 2,30 分かけて学校に行くっていう生活をしてました。でなんか そのバスで言うと、初めてバス乗った時にびっくりしたのが、内装が日本のバスだったの。え、降りるボタンとか、うん、なんか非常口とか全部日本語で書いてあって、なんかニュージーランドって車、はい、結構日本の輸入品を使ってて、そう、結構スズキとかそういうのもめっちゃあるんだけど、バスが日本の公共バスだったので、外はもちろん塗り替えてるから外からじゃ気づかないんだけど、中入ってみたら、そのなんだ、非常口とかボタンとかが全部日本語だったから、なんかすごい
毎朝安心した気持ちで日本を感じる、そう、日本を感じながらっていう通学をしてて、そうで、私の高校は、私が通ってた高校は日本人誰もいなくって、唯一私だけが日本人だったから、まあ、なんか日本語を話す必要もなく、ありがたいことに。で、そうだね、そうそう、しかもまあ一応私 その高校の留学のルールで日本語も1年間喋るの本当は禁止だったから、まあ、ちょうどよかった。本当に恵まれてたな、環境に恵まれてたなと思って。確かに、そうそう、だから英語もあの1年間絶対日本語話さないって思って留学挑んでたら、その分英語も上達したし、なんかすごい、それは厳しいルールだったけど良かったなって私は思ってて。もともと英語は得意だったんですか？でもその私の日本のその高校自体が留学行く前に英検2級は全員取らなきゃいけなくって、英検2級ってまあ喋れる喋れないは置いといて、そこそこの単語量とそこそこの、まあ、知識っていうものがある状態で行くから、まあ得意か不得意かって言われたら多分普通の人よりは得意な方ではあったけど、めっちゃ喋れますとかそういうわけじゃなくって、それこそ初めてその学校通い始めた日とか、もう言いたいことが伝わらなさすぎて、もう本当自己紹介もままならないみたいな感じだったから、そうだったんですね、最初どうなるかなとか思ったんだけど、でもだんだんこう、なんだろう、現地の子だったりとか他の国からの留学生の子と一緒にいるようになってからは、まあ、コミュニケーションも増えてて、3ヶ月経ってあ、なんか聞き取れるなみたいな、で半年6ヶ月ぐらいして、もう自分の言いたいこと言えるみたいな感じになって、でも帰る頃にはもうホストシスターとちょっと揉め合いをするくらいのスピーキング力を身につけてたから、揉め合いか、なんかそう、まあ、それもちょっと、まあ、エピソードにはなるんだけど、なんか、まあ、ドイツの子だったの、ホストシスターが一緒に暮らしてた子がドイツ人の女の子、同い年の女の子で、そもそも私のニュージーランドの家族自体はママが31歳、私がいた時、若いね、めっちゃ若い、ママ31歳、お父さん32歳で、3歳の女の子がいたの、3人家族、で、そう、この今ちょっとお写真を見せてるんですけどホストマザーとホストファーザーと3歳の子かわいいとこの子がそのドイツ人の、あ、もう一人の留学生、そう、もう一人同時にこのお家に一緒にホームステイしてて、でその子がドイツ人の同い年の女の子だったので、もうなんかめちゃくちゃ本当にもう本当にアットホームな家族で、なんか何人かこの私たちの前にもなんか何回か留学生受け入れてたっぽくって、もうホストファミリーの経験済みだから、すごい留学生の受け入れには慣れてたんだけど、でめちゃくちゃいいホストファミリーに恵まれてって、でまあ その喧嘩揉め合いの理由はすごいしょうもないことなんだけど、なんかそのこのそのドイツの女の子となんか毎週金曜日にその買い物に行くのね、お家がやっぱ町から遠いから一気に1週間分の食材を買いに行くから家族みんなで一緒に行くんだけど、そのなんだろうな、ホストマザーがなんか本当に食べたいもの買いたいもの何でも入れていいよみたいな、カートに何でも買いなみたいな言ってくれて、で、まあ、分かったありがとうみたいな感じでうちら2人ともなって、まあ、食べたいお菓子だったりとかフルーツだったりとかを入れてたので、まあさすがに上限ってものがあるじゃんなんだけど私はちょっと、まあ、まあ日本の文化ってのもあるけどちょっとなんかこう躊躇じゃないけど、まあもうこれぐらいにしとこうみたいな感じで思ってたら、その子はそのドイツの子はもうガッポ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 何でも入れて、えそれ今必要あるってものも入れたりしたの、自分で買えるよねそれっていうものも買おうとしてて、で私はなんかあのそれさすがに多すぎじゃないって言ったら、
なんか、え、なんで？みたいな。だっていいって言われたじゃんって言われて、でなんかそれだけじゃなくても、なんかその子結構なんだろう、バスとかで頑張れば帰れるのに、家まで、町から家まで帰れるのに、なんかいつでもどこでも電話して迎えに来てもらったりとかをしてて、でもちろん車は1台しかないし、ホストマザーもホストファザーも働いてるから、そんなにいつでも迎えに来れるわけじゃないのに、そういう風に言ってたから、なんかその何、自分が全てじゃないんだよっていうのを言ったその揉め合いみたいな、揉め合いっていうか、まあ私がそれを言ったら、なんか、え、でも別にいいって言われたからいいじゃんとか、迎えに来てくれるんだからいいじゃんみたいな、そういうスタンスだったから、なんかまあそれはそれでいいけど、なんか私は、私たちは済ませてもらってる身なんだから、ちょっとはなんかこう恩返しとかしようとか、なんか躊躇したりとか、そういう気持ちも大事なんじゃないのっていう話し合い、めちゃめちゃ大切だそういう話し合いをした。そう、本当にそれは感じた、正直。なんか私の高校、特にドイツ人の留学生がめちゃくちゃ多くて、10人留学生がいるとしたら本当7人ドイツ人だったのね。で、女の子も男の子もいたんだけど、結構みんな自分のやりたいようにやる子たちだったから、いや、わかんない、もしかしたら私の周りの子だけだったかもしれないんだけど、結構あ、みんなすごいなって思ってて、でも特に日本はさ、真逆じゃん、こう躊躇したりとか気を使うよね。そうそう、気使うとか、そういうのが、まあ、良くも悪くもあるから、まあ、そこで文化のぶつかり合いみたいのがあって、ちょっと揉めたっていうお話でした。それは英語でやったのか。そう、それが英語で言えるくらい上達したのが本当は帰国寸前だったかなって思いますね。いや、結構留学するというか、本当に英語力見つけたいなら割と長期の方が間違いない。私はもう最低でも1年は行った方がいいし、私が思うのは、ただ留学するだけじゃ本当に意味なくって、あの、なんだろうな、私はその留学規則でもう携帯も使えません、日本語も喋っちゃいけませんっていう風に定められてたから、でそれをちゃんと守ったからこの英語力をつけられたって思ってるけど、もし携帯持ってたら、多分ホストファミリーと会話する時間も少なかったし、例えば街で歩いてて道が分からなくなった時に調べられちゃうじゃん、携帯で、でも、ね、本当だったらそこで近くの人になんか Excuse me ってこう声をかけるとか、それだけでも英語が伸びる第一歩だし、なんかそういうのが、携帯持ってたらそういうのがなかったのかもなって思うと、やっぱ携帯持ってかなくてよかったとは思ってる。もちろん不便なこともすごい多かったけど、なんかやっぱり、慣れちゃってるからこそ、携帯がなかったら気づくこととかもすごくたくさんあるし、なんか本当にただ1年留学行くんじゃなくて、本当なんか工夫する、なんか日本語を喋らないようにするとか、そういうなんか自分でちゃんと意識を持つのはすごく大切だと思ってる。でもなんかその私と同じ同級生も同じ時期に留学してた子たちで、まあ私は偶然日本人一人だけだったけど、他の学校でも日本人めっちゃいたって子もいたのね。他の高校、そうそう、他の高校、他の地域に行った子、行った私の友達で、例えばウェリントンとかオークランドに留学行った子たちは、まあ、都会だから日本人が留学してる子が多かったらしくて、その高校に。あ、なるほど。で、そう、その子が通ってた高校に日本人がいっぱいいて、で、まあ、でも一応日本語喋っちゃいけないってルールがうちらの中にはあるから、日本語喋らないようにしてたけど、なんかそれでいじめを受けた子とかもいたりしたのね。なんでなんか日本、なんかそのやっぱ日本人コミュニティみたいのがあるらしくって、留学生の中で。そうなの。なんかまあそりゃね、この異国の地で日本人いたらみんな固まるじゃん、で仲良くしてるのに、
なんかその 私の高校から行った子は日本語喋っちゃいけないから距離を置いてたら何あの子みたいになっていじめられた子とかも何人か結構いて、なんで本当にだからそこは、うん、なんかそういう経験をしてでもいかに自分を持てるかっていうのが大事だし、うん、なんか私はだからそういう意味ですごく恵まれてた、ホストファミリーにも恵まれてたし学校にも恵まれてたし、うん、だから留学中辛かったこととか本当に何もなくて、そうそう、すごいね、なんか日本の家族大好きだし日本の料理とかも大好きだからホームシックに絶対なるだろうって思ってたけど、うん、私のホストファミリーのおかげでならなかった。もちろん、めっちゃいいね、うん、なんかもちろんやっぱお母さんと連絡取れないし、取るとしても手紙しか許されてないから、うん、手紙の交換だけは唯一できてたんだけど、やっぱたまに手紙と手紙を交換し合って泣いちゃうこととかもたまにあった、もちろん、うん、会いたくなって、うん、でもなんかそれ以上の愛情をホストファミリーが私にすごい支えてくれてたから、うん、全然辛いこととかもなく無事に10ヶ月過ごせたっていう感じ。素敵だね、その留学生活。すごいありがたい。だから、うん、私なんか普通の留学生活を過ごしたくなかったから、その墓に挑戦してみたりとか。ああそうだ、さっき言ってたね。そうそうそう、墓もそうだし、あと部活もネットボールっていうニュージーランドのスポーツがあって、うん、女の子がよくやってる。そう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 、ネットボールもやってた部活で。へえ。であと地域の学校の近くにあるダンスのスタジオに通ったりとかもしてて、ダンスもやってたから、すごい活発だ。そうそう、結構ね、いろいろやってた。うん。かな。でもやっぱ一番はやっぱ墓の思い出がすごく強くって、うん、本当留学生、唯一の留学生一人、もうみんなマオリの血を持ってる子たちばっかりなのに、唯一私だけマオリの血でもない日本、何？ニュージーランドの血も入ってない日本人の留学生が。墓をやってるって。でなんかまあ最初は正直仲間外れとかされるかなと思ったこともあったし、そのこんな日本人に墓をやらせてくれるなんても考えてもなかったんだけど、まあ先生もそうだし、その墓の仲間たちは心よく受け入れてくれて、素敵。そうそう、すごくだからありがたかったなって今思えば。なんで墓の部活に入ったの？墓はその私がさっきからちょこちょこ言ってる私の日本の高校が全員ニュージーランド留学してたっていうのもあって、そもそも私の高校の伝統が墓だった。体育祭とかで、その日本の高校の体育祭とか文化祭で墓を披露するみたいなのが伝統文化だったから、なんかそれがきっかけで高校入学して1年生の時に墓と出会って、うん、でもうその時に決めてた、あ、留学、ニュージーランド留学したら絶対墓やろうって決めてて、で実際行って墓のグループに入ってみたいな感じだったかな。もともとフラダンスをちっちゃい頃習ってたってのもあって、うん、そのマオリ族とハワイとかポリネシアン系のそのハワイ、タヒチ、マオリとかフィジーとか、うん、ポリネシアンって呼ばれる ハワイアン系の民族が同じグループだから、それで墓なんかちょっと似てるの、墓と。そうなんだ。ハワイアンな感じ、タヒチとかも。だからそれがきっかけで始めたっていうのもあったけど、でまあ、そうそう、墓も大会とかも出させてもらったし、え、そうそうそう、本格的な学校の大会があって、なんかそれぞれやっぱニュージーランド墓が伝統だから、うん、学校にちゃんと部活があるのね、うん、で 各学校対抗の大会とかもあってそれも出させてもらったし、なんか普通に私のいたファンガレーの街で開催されるイベントとかにも、うん、出させてもらったりとかもしてたし、結構本格的に墓はやってた。いいね、楽しそう。で、そうそうそう、実は今その日本に帰国して、まあ、あるご縁であるイベントで、うん、ニュージーランド大使館
が渋谷にあるんだけど、うん、ニュージーランド大使館のハカチームがあって、そこの人と出会って今実は所属をしていて、ニュージーランド大使館のハカチームに。ハカ大好きじゃん。そうそう。で2019年に日本でスーパーラグビーがあって、うん、あのニュージーランド対日本戦の時に、うん、開会式で踊ったこれ。え？どこ？私これえ、すごい。これはスーパーラグビーの時っていうのもあって、これが現地の墓やってた時。え、なんかこれ大会の時ここに私いる。日本人は結構珍しいってこと。いや、日本人は私しかいない。うん。で、なんかこれは私が帰国する日、学校最後の日にみんなが墓を披露してくれて、もう私号泣してるの、これ。本当だ。なんかニュージーランドって、その墓を冠婚葬祭、結婚式、うん、お葬式とかお祝い事の時とかに披露する風習があって、うん、でお別れの時とかにも披露してくれるんだけど、それで私に見せてくれたっていう感じ、うん、なんか感動した。少しだけだったけどそうそうそう、そうなんだ。すごくそれはだから印象に残ってるし、うん、墓があったからこその留学だったなって思うかな。なるほど。じゃあ最後に、うん、あの最初に触れたソフィアンズコンテストのことにちょっと説明、はいはいはい、お話しさせてもらってもいいですか？はい、もちろんです。そのソフィアンズコンテストっていうものがそもそも何かを説明させてもらうと、うん、上智大学が開催している、まあ、コンテストになるんですけど、例年いつもだったらそのミスコン、上智大学のミスコンとか他の大学もミスコンやってると思うんですけど、うん、が去年からそのルッキズム、あの見た目で判断するようなミスコンっていうものを廃止しようっていう動きが上智大学の中で動き始めていて、でその代わりに SDGs だったりとか、今社会ですごく話題になっているサステナブルな SDGs だったりとか、そうした社会課題を発信するインフルエンサーを競うコンテストに変わったんですね。でそれがソフィアンズコンテストっていう名前になります。で私は、今エントリーナンバー5番で活動させてもらってるんですけど、私が発信している内容としては、ニュージーランドの留学以外にも実はアフリカでの活動とかを高校時代からずっと取り組んでいて、そこで感じた、まあ、アフリカの魅力だったり文化だったりっていうものを発信しつつ、まあ、ニュージーランドに触れるとしたら、その自然の中でやっぱ生活をしてたので、どれだけこう、ね、環境の大切さだったりとか、サステナブルに取り組むとか、女性の社会進出ってどうしたらこうね良くなっていくんだろうとかっていうのも、まあ、私が今まで経験したニュージーランドだったりアフリカだったりっていうのを通して、まあ、SNS で発信させてもらってるっていう感じで今、はい、やらせてもらってます。で、そうそう。でコンテスト自体本番が11月の3日にオンラインで配信されるんですけど、実はそこでまあ、ちょっとあの告知じゃないんですけど、実はそのパフォーマンスを当日披露するときに墓をやらせてもらおうと見に行かないと、はい、思ってるので、ぜひオンラインで皆さんも見に来ていただきたいし、はい、あの本場の墓を見る機会がないと思うんですけど、私とニュージーランド大使館の墓チームの人たち何名かゲストで招いてみんなで披露するつもりなので、ぜひ、はい、見ていただきたいなと思います。で、まあ、それ以外にも実はスピーチとかもあったりして、そのアフリカでの活動についてのプレゼンを披露させてもらうので、ぜひ当日も皆さんにオンラインで見ていただけたらなと思います。そうですね。
すごい、ハカヤあるんですか。そう、見に行かなきゃ。ぜひぜひ、オンラインなんですけど、ぜひぜひ見てください。あとで、このポッドキャストの概要欄に、はい、マイさんの、あ、このインスタグラムのお願いします。ぜひぜひ、そこから情報が出てると思うので、そうですね、インスタグラムの方でもそのコンテストのことももちろんなんですけど、ニュージーランドのことだったり環境問題のことだったり、私が取り組んでるサステナブルのこととかも載せてるので、ぜひチェックしていただいて、はい、もういつも見てます。嬉しい、ありがとうございます。あ、すごい、こんな長い間たくさんたくさん話していただいてありがとうございました。いえいえ、こちらこそ楽しかったです。めちゃくちゃありがとうございます。すごい話してもらった。めっちゃ何か私の経験でね、なんかニュージーランド行ってみたいなとか興味持ってもらえる人が増えたらなと思うので、絶対いると思います。もう私も行ったことある身だけど、すぐ行きたくなりました。ぜひぜひ、何か質問とかがあったら全然連絡をしてもらっても構わないので、はい、そうです、お願いします。はい、じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、ミサさんによるウィズ・ウサミサ・ニュージー大好きポッドキャスト、ゲストにマイさんをお迎えしてニュージーランド留学の経験を語ってもらいました。いかがでしたでしょうか。 SDGs とかエコとか多様性とか、こういったキーワードを使っとけばいいでしょうみたいな一部ある雰囲気で、僕としては安易に使いたくないのですが、こうしてマイさんのように若い世代が真剣に取り組んでいる点は素晴らしいと思います。学生の立場で見えてくることもアイデアもあると思いますので頑張ってほしいです。それでは今回はこの辺で、コメントは Twitter や Instagram、YouTube などで受け付けておりますのでお気軽にお寄せください。留学に関するお問い合わせはホームページから。また、ニュージーランド留学経験をお話ししたいという方は、ぜひツイッターでお知らせください。僕宛てでも、うささ宛てでも構いません。次回は10月18日月曜日ですね。それではまた、野沢でした。全てのニュージーランド大好きを応援してますよ。ニュージーランドをもっと楽しく、ニュージー大好き。